ください。 Yeah. 急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時はこいつにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは二人が初めて出会ったあの日を思い出しします。何でもない日のちょっとしたプレゼントが効果的です。センスは大事。でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取ってキュッ抱きしめて、あなたにしか直せないから、これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑ってうなずいてずっと大切にしてね。永久保証の私だから。連れてって記念日にはおしゃれなディナーを。柄じゃないと言わずかっこよくエスコートして、広い心と深い愛で全部受け止めて、これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。